大島武信2月26日隊は大阪市生野区出身の実業家。朝鮮系日本人で民族名は低県新 SFCG 創業者元取締役会長。マグネット元取締役会長。父はダンスホール新世紀を経営していた大島正義。このホールは映画《シャルウィダンスの舞台になったことでも知られる。長男は マグネットホールディングスマイ社長の大島義人。大阪市幾野区で在日朝鮮人として生まれ2歳の時に一家は雨メ横町に引っ越した。父母が上京後、キャバレークラブを経営し、成功を収め、1960年に大島商事を立ち上げるとともに仙台に移り住む。1965年に自身を含めた一族23人で日本へ帰化した。 少年時代は、日弱だった反面、読書を足しなみ数多くの書物に触れたという。明治大学附属中野高等学校を経て、慶応義塾大学小学部を主席で卒業した。1970年4月に、三井物産に入社。電気機械部に配属された後、インドネシアへの海外研修生に選ばれ、インドネシア大学に語学留学を命じられた。卒業後はそのまま、 ジャカルタ支店に勤務し、化学品部門を担当。プロジェクト推進のために、シンガポール人の銀行家から融資を受け、その際に、借りていただいてありがとうとの言葉と共に丁重な接待を受けた。これを転機に、自らもいずれは、彼のような金融業を営もうと決意、会社の金で家を借りてまた貸しした額の利益を上げたという。1976年新春早々。 大阪市淀川区出身で3歳下の女性と結婚した。1977年に三井物産を退社し、商工ローンの日営で経験を積む。同社退社後、銀行の貸ししぶりで資金調達に困る中小企業を相手に商業手形を割り引いて資金を融通する商工ファンドを1978年12月に設立し、 1979年2月より従業員5人で営業を開始した。1989年8月30日に店頭市場に上場。この際に商工ファンドを頂点とするコングロマリットを築き上げるべく102社構想を長期的な目標として打ち出した。1999年には東京証券取引所一部上場を果たし、102社構想を 実現するために、マルマンや CSK エレクトロニクスをはじめとする企業買収を進めた。渋谷区商島の豪邸に住み、1997年には、ホーブスの世界長者番付で61位に、続く1998年には174位にも入った。移動には、ドイツの高級車マイバッハを使用していた。しかし日英をはじめとする、商工ローンの高金利。 過剰貸し付け、脅迫的取り立てなどが問題視され、1999年12月には参議院に承認喚問された。社員には厳しいノルマを課し、懲戒でなじられたことを苦に自殺した社員もいたと報じられたこともある。商工ファンドは融資契約を結ぶ際に、公正証書作成への白紙認定を取る手法を用い、これを利用して、 給与や不動産の差し押さえを行ったとされる。2002年に東京地方裁判所で行われた手形訴訟1881件のうち約8割が証拠ファンド関連で裁判所から自粛要請を受けたと報じられたこともある。2002年11月に同社の証拠を SFCG に変更させた。2005年11月に厚生証書作成に 白紙委任状を取る手法は重大な貸金業違反であるとみなされ、業務停止命令を受けた。2007年12月には改正貸金業法で、両社をセットにした回収は禁止された。リーマンブラザーズからの借入金が2007年10月に734億円あり、同社の破綻前に借入金を53億円まで減らしたものの、金融機関からの貸し剥がし、貸ししぶりで、 運転資金の調達ができなくなり SFCG を破綻させた。2008年8月には自身へのそれまでの月額報酬2000万円を9700万円に増額したことが明らかとなっている。2009年2月に SFCG の社長を退任、その後民事再生法適用を申請した。SFCG の破産管財人は約2670億円の資産が、 親属会社へ流出したと指摘。2009年6月、東京地方裁判所は、破産管罪人の請求通り損害賠償総額を約717億円とする決定を下した。2009年6月16日、民事再生法違反や会社法違反、電磁的公正証書原本不実記録、同教用の容疑で逮捕される。 民事再生法適用2ヶ月前の2008年12月に SFCG が保有する約418億円の不動産担保ローン債券を大島が支配する会社に実質的に無償で譲渡し会社に損害を与えた等として懲役8年を求刑されるが2014年4月30日に東京地裁は債権譲渡が実質的に無償だったとは言えないとして 民事再生法違反と会社法違反について無罪とし実際の上飛びと異なる日付の登記申請をした電磁的公正証書原本不実記録同共用罪について懲役1年6月執行猶予3年の有罪とした2016年3月28日東京高裁は電磁的公正証書原本不実記録同共用罪について 有罪の根拠とした元部からの証言は不合理として全面無罪を言い渡した。ありがとうございます。